はい、どうも皆さん、こんにちは、モトレです。それではパワポケ追加からやっていきましょう。まあとりあえずそうですね、練習が岩木を直したところなので電話をしてゆきえさんとまたデートしていきましょう。まあ一応ボンダの部屋で。あー、サボり癖になっちゃったかマジか、サボり癖になっちゃった。サボり癖になったんでうろつって直しましょうか。うん、神社って一回行ったっけ。あ、まあいいや、これ神社行きます全部。うん、神社に行って直そう。神社行きます。こっから神社に5回行けば OK なんで。よし、いい汗かいたと。いいね、サボり癖を直す。そうなんですよ、9月に神社に行くとまあ直せますね。でそっから5回行きます。で粘り打ちを習得。まあただ体力が今あるんで、まあ練習中心にしてって感じかな。よし行くか。よいしょ。で意外と技術が足りたから、あの素振りでもいいかもしれないですね。トスバッティングじゃなくて素振りの方が、あの育成効率はいいかもしれん。よいしょ、グッジョブ。多分素振りの方がいいわ。で3年目からは試合はできるだけカットしていくんでよろしくお願いします。うん、ツーラン。さて行きますか。よいしょ、これでホームラン、ユノで勝利ですね。5対1。いいね素晴らしいわ。さあということで、まあ13点ですね。これってさ、便所もらえないんだよね。今帰りか、かっこいいだろ。お、免許よかったやんこれパワーアップイベントかな。で3章もまあ評価は足りてるんで普通にクリアですね。じゃあここから練習していきましょう。で20回をとりあえず目標にして、そっからは走り込みですね。で20回、こうすると、まあ経験点が多くなります。なんか調子いいなぁ。ランニングしましょう。これは、あれはパンツで顔が走ってる。これまだやりましょう。これ大丈夫かな。でもね、これね、やった方がいいっていう風に教えてもらったんで、これはもう最後までやっちゃいましょう。よし、まだ行っちゃおう。こいつ頑張るなぁ。腰痛になったただ42も手に入った筋力ポイント。腰痛でこれならまあ悪くねえな。技術が結構余っちゃうね、これ育成だと。うん、まあでもダッシュで筋力と素早さが手に入るんで、あんま問題ねえかな。腰痛はちょっと直しときたいんで直しときましょう。 OK、 よし直った。じゃあまた神社ですかね。パンツでこうか。何か浮いてますね、茶色ですねこのイベント見なかったっけ。うまくいってるでやんす。ミイラ怪獣モゲランでやんすよ知らねえよじゃあうろつきで神社行きましょう。世界が平和になるように。いや、野球が上手くなりたい。基本これは野球が上手くなりたい一択っすよね。お、珍しい。練習してたっすよね、キャッチボール。いいイベントやな、この二人なんか好きだわ。で神社で勝負をすると。よし、あと2回かな。お、ゆきえさんナイス。じゃあまた神社行きましょう。
野球が上手くなるように。車の広告、カローラBM、 BWM、 BWM これだ。 BMW ではないんだな。お、ゆきえさん、ゆきえさんマジ天使やろ。で、神社行きますか。これで多分完走すると思うんだよね。なんだ、簡単じゃないか。 OK、 粘り打ち、これが欲しかった。大変だ。じゃあバッティング見せましょうか。よし。で、まあ試験を受けているうちに、まあある程度ちょっと解説しようかなと、3年目の動きとかを。で、3年目は、最後の最後に大丈夫博士の手術を受けます。はい、これが成功するかどうかがでかいよ。で、 100% 受けられるんですよ、あるアイテムによって。それをね、皆さんに見せたいな。成功して強い選手を作れるの。よいしょ。で、多分ゆきえさんからはパワーヒッターがもらえるんじゃないかな。よし、 OK です。なかなかいいじゃないか。そらそうだよ、わざと負ける。グループを乗っ取る。まあね、こいつがね、社長に嫌気がさしてドリルコーポレーションを乗っ取るんですよ、一緒に手を組んで。恐ろしいよな、考えてることが。素早さ欲しいね。ちょっともうそろそろ付き合ってもいいかもな、ゆきえさんと。まだ我慢するべきか。11月ですし、まあでもいいと思うんだよな。ゆきえさんともう付き合いましょう。モグラズ球場。お、あ、すいません、ミスター。お前、球場にどうしておのずれで来てるんだ。え、あ、はい。デートを私これで。で、契約更改。まあ、これは世間評価足りてるんで、クリアですね。君か。一軍だ。OK。俺はやるぞ。俺も一軍スタートなんだ。まあそうですかって感じですよね。よし。で、第2章クリア。で、キャンプインですね。3章。モグラーズよ、永遠に。これで終わりです。ダッシュ。まあでもデートかな。もうゆきえさんと付き合おう。あんまり俺ね、ギリギリ好きじゃないんですよ。私的な理由。何？あっちゃー、ダメかー。ちょっともう一回言っていいですか。あれ、おかしいな、付き合えないぞ。も待ってくださいね。ん？そんなわけないよな。あ、そうですね。よかったよかった。俺なんか失敗したかと思った、ゆきえさんの攻略。じゃあ、モグラズ球場。あれ？ん？評価足りないのかな？で、ドミオですね。評価足りないのかな、これ。なんか評価足りないくせえな。で、古澤さんと寿司に行くと。評価足りなかったらさすがに失敗だからな、育成が。え、ボンダの部屋。いや、ユキエの評価は足りてるぞ。一体どうなってんだ一体どうなっているんだ、これ。ユキエさん。モグラズ球場。来た、よしよし、よかった。なんだよ大丈夫だったんだ。
交通事故で亡くなったと。情けないでしょう。情けないなんてことはないぞ。これ送れよ。あー多分大丈夫だな。よかった焦った俺。めちゃくちゃ焦ったわ。で、ゆきえさん。これで多分最後にデートすれば、感想ですね。あ、オッケー。これで付き合える。パンツデカボさん。俺、あなたのお父さんの果たせなかった日本一の夢を必ず叶えてみせます。うん。いいわ、彼女に会ってあげる。よし。よかった。マジで焦った。任してください。で、ゆきえを彼女にします。ユージ君、合宿は海のそばだったんす。ああそうか、うちの料理マシでよ。ああサボり癖になった。いやーこいつマジサボり癖製造マシーンだからな。じゃあうろつきで神社行きましょう。でその後に暗がりの家。まあ野球が上手くなりたいで。で、クリスマスイブでゆきえさんですね。ありがとう。クリスマスプレゼント。ナイス。特効薬。嘘やろ。特効薬かよ。じゃあまだ練習する必要もないんで、うろついて、暗がりさん家行きましょう。これでパワーアップですね。暗がりさんは。頑張るぞ。あ、あれ？一回足りなかったか。じゃあもう一回行くか。で、元旦。で、ゆきえさんが来ましたね。じゃあ次行くか。能力を上げたい。頼む。うわ、今日は。うわ。こいつボロボロやん。じゃあ、うろつきで本社に行きましょう。あ、ごめんなさい。ちょっと飛ばしちゃった。バイクで付き合ってやる。走れよ。バイク対。ひでえな、こいつ。で本社はね、7階行きましょう。お、愛ちゃん。男の人と話してるぞ。お前、彼女いるだろ。お前、彼女いるから問題ねえだろ、別に。で、自主トレ。これはね、練習ができないのがきついんで、これで全て直しましょう。いや、強っ。これマジ、超強く修正されたな。で、そうだな、練習ができないんで、暗がりさんの、あ、そうか、廃止か。すいません、暗がりさん行けなかった。経験でもらえねえわ、これ。申し訳ない、皆さんね、こういうことないようにしてくださいね。そうか。じゃあ、しゃあないな。ここね、練習本来ならするんですが、まあ、練習できなかったんで、体力がないんで、ゆきえさんとデートしましょう。で、ボンダの部屋。ボンダの部屋の有能さよ。うんこ踏んづけてしまったぞ。うんこマンでやんす。またうんこマンになっちったよ。で、1月4週はスキーに行けますね。で、体力もあるんで、アイテムはこれだけか。まあ、一応使いますか。2つあるし。あ、ダッシュできねえのか。ダッシュできねえのか。ダッシュできねえとなると話は変わるな。そうですね。まあ、デートかな。デートぐらいしかすることねえからな。ボンダ。よし、サボり癖にならないんでかい。ユミコじゃないか。で、回復と。あれ、うろつきでスキーって、うろつきでスキーか、もしかして。でもスキーねえしな。ちょっとわかりませんでした、今のは。よし。多分ね、イベントが起こったはずなんだよね、スキーの。よし、じゃあダッシュで。こっからはもうダッシュ連続で行きましょう。謎だな、攻略サイト見てるんですけど。で、バレンタインデー。これでね、ゆきえさんが有能なんですよ。こんにちは。ありがとう、ゆきえさん。美味しいやこれ。
まあ、誕生日はね、もうもっとすごいのくれますから。で、ダッシュ。いい感じだな、今んとこ育成が。お、ゆきえさん。いや、マジ、うんこまん、うんこまんさんって呼ばれてる。うんこまんって呼ばれてるよ、お前。彼女に。じゃあちょっと能力上げますか。あーやっぱ素早さが結構足りないね。補給が結構苦しいね。補給をこれから上げなきゃいけないな。で、まあデートしつつって感じか。そうですね、ここら辺はもう練習しかないんで、練習してまたデートって感じか。で、キャンプ。いいか、私が監督になったら年俸の高い前の人がクビになったからだ。まあ一軍だからね、こいつら。なんだかんだ言って。来年はコム球団ありますかね。わからん。ないかもしれん。モグラーズは今年で解散という噂もある。優勝しましょう。かっこいいね、こいつ。なんだか燃えてきたぞ。まあこれでモグラーズのね、復帰を図ると。やっぱ熱いよな、モグラーズのシナリオは。そうだな、ちょっと短いけど、いやどうしよう。まあもうちょいやるか。3月終わりまでやりますか。怪我したら怖いんだよね、俺。結構チキンだから。ここら辺はね、デートと練習をね、交互にやっちゃうんだよね。本来なら、あの練習をやって、もうチキらずやった方がいいんですけど、こいつ博士成功してるし、え、差し入れ。え、ボンダにあげねえよ。ナイス、パービタディ。これ有能すぎんか。アイちゃん有能すぎ。で、ダッシュ。いい感じっすね。お、ゆきえさん。ゆきえさんもマジ有能すぎ。ゆきえさんもいつも助けてくれるからな。だいぶ強くなりましたね。あとは、まあ、まだ素早さかな。素早さが必要っすね。センスもあれですけど。よし、じゃあ4月になったんで、一旦終わりますか。あ、で、試合やっときますわ。お、ボンダの部屋が。このビデオテープどうした途中で終わってますか。バイキング侍の決め台詞が聞けないなんて。こいつ悲しすぎる。あー、もう聞きたくないでやんす。うるさくてちょっと、うわ、不眠症か。よし、じゃあこっからは、あー、どうしよう。まあ、でも練習も 7% だからね、怖いな。アイテムもないよね。またゆきえさんかな。またボンダ。もうボンダ魂よ。よし、じゃあ試合なんで、この試合終わらしときます。はい、じゃあ今回はこの辺で。お疲れ様でした。さよなら。